ロシア軍ウクライナ軍による攻撃への報復ロシア国防省はウクライナ軍がロシア西部を攻撃したことへの報復としてウクライナ北東部ハルキウを攻撃したと発表しましたロシア西部ベルゴロド州では12月30日に砲撃があり地元州知事によると死者は24人に上っていますロシア国防省は31日この攻撃について ウクライナ軍が行ったもので、市民が犠牲になったとし、報復としてウクライナ北東部ハルキウの軍事施設などを攻撃したと発表しました。現地当局者によりますと、ハルキウでは12月30日から31日にかけ、ロシア軍によるミサイルやドローンを使った攻撃があり、子ども2人や外国人を含む市民28人が負傷しました。ドイツ公共放送の 記者らが滞在していたホテルも被害を受け、通訳1人が肋骨を折るなどの怪我をしたと明らかにし、ロシアによる報道の自由に対する攻撃だと非難しています。ロシア分断する力など存在しない、プーチン大統領が年末メッセージで戦闘継続強調、ゼレンスキー大統領支援呼びかけ。 ロシアのプーチン大統領は国民に向けたメッセージで未来を想像しなければならないと述べたプーチン大統領は31日年末恒例の国民に向けたビデオメッセージでロシア国民はこの1年間団結し国益や自由安全価値観を断固として守り抜いたと強調したまたロシアを分断し発展を止める力など存在しないと述べ国益確保のため 軍事侵攻を継続するる考えも示しているプーチン大統領は2022年は兵士をバックにおよそ9分間演説したが2023年は例年通り大統領府があるモスクワのクレムリンで撮影し演説時間は4分弱だった一方ウクライナのゼレンスキー大統領は毎日配信しているビデオメッセージを更新した全面戦争 私たちの抵抗2年目の12月31日と切り出し、1月1日も時間を無駄にすることなく、各国とコミュニケーションを取り続けることで、ロシアの悪と戦うための可能な限りの能力を手に入れることができるだろうと述べ、さらなる支援を呼びかけた。ウクライナ侵攻をめぐっては、12月末にロシア、ウクライナともに大規模な空爆を行い、合わせて60人以上の民間人が犠牲となっている。 プリゴジン氏追悼の記念プレートを事務所が入っていた建物の壁に設置、ロシア第2の都市、サンクトペテルブルク。ロシアの民間軍事会社、ワグネル創設者で、去年8月に死亡したエフゲニー・プリゴジン氏を追悼する記念プレートがサンクトペテルブルクに設置された。ロロシシアアアメディアは31日ロシア第二の都市 サンクトペテルブルクのプリゴジン氏の元事務所が入っていた建物の壁に、記念プレートが設置されたと報じた。プレートには2003年から2023年まで、この建物でロシアの英雄で、ワグネル代表のエフゲニー・ビクトロビッチ・プリゴジンが働いていたと書かれている。建物はサンクトペテルブルク当局の管理で、ワグネルの関連団体で退役軍人の利益保護連盟が、複数回プレート設置の要望などを訴えていたが、 当局はこれを拒否し続けていて、いプレートががなしに設置さされれていいた場合、取り壊るる可能性があるという。プリゴジン氏はプーチン大統領と同じサンクトペテルブルク出身でケータリングやレストランの経営をきっかけにプーチン氏と親交を深めたとされている2014年に民間軍事会社ワグネルを創設して政権が表立って対処できない汚れ仕事を担ってきたとも言われ 2022年のウクライナ侵攻では、激戦地の東部バフムトで戦い、存在感を示していた。プリゴジン氏率いるワグネルは2023年6月、反乱を起こして首都モスクワに進軍したが失敗に終わり、2ヶ月後の8月にモスクワからサンクトペテルブルクに向かう途中、プリゴジン氏らワグネル幹部が乗った自家用ジェットが墜落し、全員死亡した。プリゴジン氏の死をめぐっては、 米氏がプーチン氏側近が暗殺を指示したと報じ、ロシアのペスコフ大統領報道官は作り話としている。習近平、2024年も打つ手なし、バブル崩壊は完全放置、保身に走る政治主導で、不良再建処理が進まない、足元、中国の資金需要は伸び悩みが続いているようだ。 2023年11月、設備投資や住宅購入向けの中長期の融資は、前年同月比で約3割減少した。中国政府は国内の銀行に対して、企業などに対する新規の融資を増やすよう要請を強めたが、肝心要の資金需要は伸び悩んでいる。その背景として、なんといっても不動産バブル崩壊の負の影響は大きな影を落としている。若年層を中心に雇用、所得環境は悪化した。 家計は今後の経済環境の悪化に備えて、支出を抑制していると見られる。一方、企業は債務の返済を優先し、設備投資を減らさざるを得ないのだろう。経済全体でバランスシート調整の圧力は高まり、デフレ傾向は強まった。現在の中国政府の経済政策を見ると、今後、短期間に不良債権処理が進むとは考えづらい。 IT 先端分野で中国企業の特許申請件数などは世界トップレベルにあるものの今のところ政府はそうした分野に特別注力する政策も示していない中国経済の本格的な回復にはまだ時間がかかりそうだ投資に依存した経済活動の限界2023年の年初以降中国政府は国内の銀行に対して 不動産などの民間企業に対する融資を増やすよう圧力を強めた。大手銀行に対しては、地方政府に対して定理、長期の資金供給を強化するよう支持を強めた。不動産バブル崩壊に伴う不良債権問題の深刻化を、銀行融資の増加によって乗り切ろうとする政府の意向は強い。本来であれば、中国政府が支持を強化するに伴い、新規の人民元建て融資は増加してしかるべきだろう。しかし 実際のところ、融資は伸びなかった。その根底にあるのは、投資に依存した経済活動の限界だ。不動産バブル崩壊によって、マンションの建設・販売は減少傾向が強まった。住宅価格の下落も止まらない。不動産分野で不良債権が増加する中、銀行は新たにリスクを負担することが難しい。景気下支えのためのインフラ投資も増えづらくなった。過去、中国の地方政府は、 景気が減速すると道路や高速鉄道を建設して景気の回復を目指した資金需要は盛り上がらないしかし不動産バブル崩壊によって地方政府の財政は悪化した過去に需要を上回る投資が実施されたため仮に新規のインフラ投資を実施しても需要創出の効果は発現しづらい地方政府傘下の融資平台の不良債権問題も深刻化した企業の設備投資意欲は低下し 資金需要は盛り上がらない。11月、貸し出し期間が1年を超える融資のうち、全体の7割弱を占める企業向けは、前年同月比39%減少した。減少率は、2022年4月の上海の都市封鎖時の同60%に次ぐ大きさだった。2024年も中国政府は財政支出を拡大し、金融緩和も強化する方針だが、現時点で大きな効果を期待することは難しい。 我が国や米国が経験したように、大型のバブルが崩壊した後は、公的資金を銀行に注入して、経営体力を支えつつ、不良債権の処理を進めるのが定石だ。政治体制の強化を優先、実施のタイミングが遅れれば遅れるほど、実体経済の低迷は深まり、需要は伸び悩む、今のところ、そうした政策運営ができていない。ただ、 IT 先端分野の特許数や学術論文数、引用される論文の数は世界トップレベルで、学術振興の面においては相応の地位を維持している。政府の考えに人々を従わせるのではなく、政策の側面から新しい取り組みをサポートできれば、先端分野の成長期待は高まる。だが、そうした動きが経済全般には浸透していない。近年の中国政府の政策運営を見ると、 景気回復よりも政治体制の強化を優先しているように見える。産業政策面では、国有、国政、あるいは政府系企業の民営化機運は後退した。鉄鋼業界のように、過剰生産能力を抱える政府系の企業の経営統合が増えた。そうしたスタンスで、経済運営の効率性を高めることは難しいだろう。不良債権処理の遅れもそうだが、経済運営全般の政策スタンスが大きく変わらないと。 中国の景気が根本的な回復を目指すことは難しいとみられる当面中国の本格的な回復への道筋を見つけることは難しくなりそうだ